さあそれでは続きやっていきますか。マスキングですね。まあちょっとした芸っていうのはマスキングでございます。こうさ、ほとんどこんな感じだから一体パーツ化してるからさ、やっぱりマスキングしないといけないんだよね。ただね、長いお付き合いの方はご存知だと思われますが、鍋さんマスキングがねすごい苦手と。嫌だ嫌だ、マスキング嫌だけどやらないと形にならないんでね、やりますか。これピンセット、いや本当に苦手、できるだけやりたくないということでですね、うまくやるためのちょっと逃げ道と言いましょうか。逃げ道じゃないね、まあうまく鍋さんこうやってやりましたよっていう感じでね、そんなね今日なんか習うべき点なんてねないんでね、これをこんな感じで、うまいことやっていこう。ほんと苦手、マジで苦手で、結構ね爪楊枝も先端細いんだけど、それでももうちょもっとこうさ狭いところやるところって結構厳しいんでね、もうこっからこう斜めに切って先を尖らせてね、こんな感じでねやってやると。これボディをシルバーで塗れば何もしなくてよかったのかもしれないとか思っちゃったりね。だって黄色にしたかったんだもん。なんかもうマスタング、この辺のマスタングイコール黄色みたいなイメージが強いんだよね。まあね、もちろん好みだけどね。まあそんこんなね丁寧にやらなくてもっていうかね、いろいろ考えながらやるんですよ。こうした方がいいかな、ああした方がいいかなみたいなこと考えながらピッと、あとで自分がさやりやすいようにマスキングしてあげないといけないから。ナビさんちょっと何言ってるか分かんないっすって。こういうちょっと狭いこのね、ここもそうなんだよ、目の部分も、まあ、黒く塗らないといけないから。これタミヤのエッチングパーツ用のハサミね、ちょっとこう細々とやっていかないとダメかしらという感じです。マジでめんどくさい。マジでめんどくさい、違う苦手。ほんとさ、マスキング上手い人ってほんとに上手いもんな。まあ逆の言い方をすればさ、いつも用事が飛んでた、あの苦手だから真剣にやるんだよね。お前どっちもじゃねえかっつってね。どっちも得意なこともそんなに上手くねえよっていう、あの苦手な方ところだから逆に真剣にやれるっていう感じね、って言うとさ、お前どっちもそんな大してあれだわけみたいな気になっちゃうけど、なんか汚れてない、ただの埃か。どうしようかな、ピッと切ってピーッと切って、正直適当でいいんだけどね。なんでそんな適当でいいのっていうのは後で分かります。あ、そうだ、どうでもいい話、あ、ダメだ、まだ続きがあるからどうでもいい話をしちゃうと尺を取られてしまう。いかん。ということで一旦ここで止めますか。ちょっとこんな感じでねマスキングしていきますんで、まだもちろんここや今やこうやってるけど、ここの部分と目の部分もやらないといけないんで、一旦カメラ止めます。さあそれではこんな感じですね、マスキングしてこんな感じでね、気をつけないといけないところがあって、こういうのってちゃんとね目を拭くときに拭き返しで中で散らばっちゃうときがあるから、目もねちゃんとこうやって塞いであげないと
っていうことでございます。では吹いていきましょう。でこれね、今回はエナメルブラックですね。エナメル塗料を塗装していきます。エナメルでやるとね、はみ出しても拭き取れるんで、特にこう奥張ったところってなかなかマスキングが難しいんですよ。なんで拭き取り式にした方が楽だよなと思ってそうしました。でこれもね、まあ普通に1対1で拭いていってあげればいいので、で、なんか出が悪いな。でここまでもうさ、塗装してあると浸透してプラを破壊することがないので、こうします。塗装がしてあって、やっぱりこうコーティングがもうすでにされている状態だから、エナメルがね浸透していくことがないんでね、塗装が、元々の塗装が甘かったりすると浸透していってプラを、ね、破壊しちゃうことがあるので、気をつけましょう。プラに直接かけるのはやめてね。こんな感じで裏も同じような感じでやっていく。ここの部分ね、ちょっと黄色いボディに黄色いマスキングだからちょっと見にくいところはあるけど、よし、こんな感じで。でね、エナメルは乾きが遅いんでね、しっかり乾かしてあげましょう。よし、一旦カメラ止めますね。さあ、それではやっていきますか。剥がしました。こんな感じね、ひどいもんでしょう。でこれを綺麗にしていくよと。まあね、なんとなく分かりますよね。ちょっとねつけて、ちょっとじゃないね、どぼ付けしてますね。でティッシュでまた拭きながら地道に拭いていくよという感じでございます。そうするとね、輪郭がしっかりするんでね、しっかりこれ絞ってあげないとね、また前回の墨入れの時と同じような感じになっちゃうんで、まあこれをこう拭き取ってってあげると。で今回はね、ヤブラシでしっかり拭いてあるんでね、こう綿棒がさらに汚れやすくなってるんで、綺麗にねしていってあげましょうね。まずは軽く取っておいてあげて、でその後は綺麗にまた拭き、ね、綿棒新しいのを変えてみたいな、まあ2度3度に分けて。で目の部分とかはね、ちょっとこれ複雑な形状になってるんで、奥にあれなんですよ、入っちゃってるんで、気をつけてうまいこと取らないと。でまあもし取りすぎちゃったっていう風になったら、あとはもう筆で頑張れば。でこの後まだトップコートとかしていくんでね、結構筆で塗っても、そんなになんていうの、肉を盛るような感じでボテボテにやらなければ結構ね目立たなくなるんで、よーく見て、あー確かそうかもしれんぐらいのレベルまで落ちるんでね。あ、カメラ映ってるね。で今回ちょっとね、昔買って使ってなかった道具を使おうかなと思って、まあちょっとここ後で綺麗に取っときますね。これも汚いんで、紙袋じゃない、紙コップで、こういうの出てるんですよ、500円。これ結構使われてる方、ガンプラやる人は結構使ってるみたいだけど、これさ、軸をどっかに俺なくしちゃって、どこやったかな、軸これだけ残ってるんですよたくさん、1個しか使ってなかったから。本当はね、軸に刺して使うんだけど、その軸をなくしてしまったので、爪楊枝に刺して使おうかなって。どっかにあるんだよ、どっかに保管してあるはずだけど覚えてない。もうずっと使ってなかったから忘れちゃって、ないな、多分どっかにあるんだよな。ということでね、これにキュッと刺してですね、チュッとつけて、これもちょっとこう絞ってあげた方がいいのかな、あまり慣れてないんだ。でさ、この見えるかな、 Z28 って書いてるところ、これをねこれで綺麗に取ろうかなと思って、だからねシルバー塗っておいたんで、そうすればこう膨らんだところだけが取れるからさ、取れるかな、できるかな、ん、カメラ映ってる、映ってるね、できたできた、ほら
ほらほらほら、綿棒でやると綿棒柔らかいから角がね、角っていうかこう角を使ってこう平らなところだけを取りたいって感じだからね。ほらできた、見て見てって逆、ほら Z のなんか下の棒の部分がちょっと、またあまり深追い、あ、カメラが触っちゃった、深追いしすぎて変な風になっても嫌だ。あ、見て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 、ちょっと8っていう字がちょっとんって感じもするけど、こっちやってみようか、難しいなこれ。優しく底の部分だけを取るっていう感じでやっていけば、あんまりグッと押さえると他のところまで触っちゃうからね、触らないように。ああ触っちゃった、カメラちょっと取れが悪くなってきた、スポンジ吸いすぎたかな。結構爪楊枝でもできることが分かった。どうこれ出てきたよ、 Z28 がね、エナメルだからいいっしょ、いいね、素晴らしいね、ね、いいね、という感じでですね、撮っててあげると、でこのここさ見えるかな、こう段になってるでしょ、 こっち側は黒でこっち側は黄色のままなんだよね。だからここもこういう風にさ取ってってあげれば、あとまあ小さい綿棒とか使ってやっていくのもいいんじゃないかなって。鍋さんあんまりこういうのを道具使わない人間だけど、まあ、ちょっとこういう細かいところは しぶしぶ使っていこうかなって。あんまり本当は綿棒で頑張りたいところだけど、とりあえずこれで溶かすようにきれいに取ってですね、やっていけばきれいに収まるんじゃないかなって。あと汚れた部分は綿棒とかもう一回、もうちょっとこいつをねきれいにして、結構繰り返し使えるみたいな話を聞くけど、どうなんだろう、本当に慣れてなくて申し訳ないけど、正しい使い方をねご存知の方にはもっとしか、ね、しっかり本領発揮しできるんじゃないかなって。道具のね、どうでしょうか、ね、こうやってちょっと奥のこの入ったところも取れるよという感じです。ここもねこうやって、もう今汚れを伸ばしてくるだけになっちゃってるね、という感じですね。綺麗にしてこのエンブレムもこうやってね先にシルバーを拭いておけばできますよという感じでございます。よし、じゃあ今日はこの辺にしておきますか。よし、では一旦カメラ止めます。